シゲノ・キヨタケ、シゲノ・キヨタケは、明治、大正期の飛行家である。父、シゲノ・キヨヒコの男爵を就職。フランス陸軍航空隊のエース部隊のパイロットとして、活躍し、レジオンドヌール勲章、クロワ・ドゥ・ゲール勲章を受訓。通称、バロン・シゲノ。1882年10月6日、男爵、シゲノ・キヨヒコの三男として、名古屋に生まれた。 1896年に父を亡くし13歳で、就職。父の軍校に応えるべく、学習院を中退して、広島陸軍地方養年学校に入学するが、生来芸術家肌であったために、神経衰弱を患って中退する。千葉県安房郡立山町へ、須賀の別荘で遊興した後、家庭教師だった。 山田工作の勧めで、上野の東京音楽学校余科に入学し、本科器学科でコルネットを習得した。音楽学校で知り合った、四尺清香香張の三女赤子と結婚し、娘、つゆ子を設けるも、結婚2年で赤子は死去した。若長号に登場した、茂野清武1910年12月、妻、赤子を亡くした後に突出する。 本来の目的は音楽を勉強することだったが、パリの音楽学校在学中に、ライト兄弟たちの活躍による飛行機熱に飲み込まれる。ボワザンの飛行学校、ついでジュビジーの飛行学校、ドユマゼルコードロニ飛行学校へと転校して、操縦術等を学び、1912年1月、フランスで日本人初の万国飛行免場第744号を取得する。 1912年、自らが設計し、亡き妻の名を冠した、飛行機、若長号と共に帰国する。臨時軍用気球研究会の御用係として、日本陸軍の操縦将校の教官となるが、徳川義徳大尉との圧力もあり、1914年に、再度突出して、パリ郊外のファルマン飛行学校に入学した。 クロワドゥ・ゲール勲章は1915年創設の先行勲章第一次世界大戦の開戦でフランス陸軍航空隊に志願して陸軍飛行隊員に任命される外人部隊第一連隊に入隊後ポーの飛行学校に編入され後追撃隊に所属するエースを集めたコウノトリ飛行大隊の操縦士としてスパットセブンに 登場、主に地上支援で活躍したが、それでも6期程度を撃墜し、この戦争で、日本人唯一の、そして日本航空史上最初のエースパイロットとなる。この選考が認められ、1915年10月に、レジオンドヌール勲章とクロワ・ドケール勲章に叙勲した。退伏中、戦争未亡人のフランス人ジャーヌ・エイマールと恋に、落ちて、 1917年10月に結婚し同月、病気療養のため飛行隊を離れ、モンテカルロに住んだ。1920年1月10日には妻を伴って帰国する。ジャンヌとの間に、ジャクリーヌ・アヤコ、ジャック・キヨシ・ヒロシ、ロジキヨシ・アサヒの密語を設ける。帰国後は、空中輸送の必要性を解いて、航空事業発展に尽力したが、 成果を上げないうちに肺炎と腹膜炎のため死去した。去年42。夫の死後ジャンヌは日本でフランス語の家庭教師をしながら息子たちを育て、1968年に73歳で没した。なお、飛行家となってからは音楽の演奏からは身を引いたが、大正2年には日本にオペラを定着させるために結成された。 国民歌劇界に参インとして加わっている。特起以外はのフロークによる。清武の死後、親族間で男爵家の家督相続をめぐる内紛が起きる。清武は、ジャーヌと結婚した際に、宮内省に向けて願書を送ったものの、ジャーヌが外国人であることなどを理由に、宮内省から許可が得られず、未入籍のまま死去していた。その結果、長男清博士。 自慢清朝日の親権者が法的に不在となり、ジャーヌと親族の双方が親権をめぐって争った。一時は外務省や中日フランス大使をも巻き込んだ騒動となり、また朝廷裁判を経たものの決着はつかず、義理の兄である朝日新聞の軍事顧問の孔の常吉少将が人種差別的理由により強行に、親戚一度が大夏する必要のある書類への 応援を拒否したため、1928年4月6日、家族令、第12条、第2項の規定により就職権は消滅してしまった。ありがとうございます。